見覚えある後ろ姿だと思ったんだよな。なぎさってちゃんと確かめもしないで声かけたの？人違いだったらどうするの？そん時はそん時だよ。てか人違いじゃなかったしいいだろ。そうなんだけど、で、うん、ん？じゃなくて用があるから呼び止めたんでしょ。私これから必修の講義あるから手短にしてくれると助かるんだけど。別に用がなくても声かけるけどな。でもそっか、講義あんのか。ん？あ、いや、バイト始まるまで時間あるならちょっくら暇つぶしに付き合ってもらおうかなって。暇つぶし前も同じ理由でぶらついてなかった？あの時はマジで暇なだけだったけど、今日は臨時休校でスケジュールに穴が開いたんだよ。別にいつも暇してるわけじゃないって。とにかく悪いけど私は付き合えないわよ。しゃあなしだな。じゃあもう行くからまた後で。もう頑張るよ。振られたか。どうすっかな。アルターエゴに行くにしても早すぎるし、一人でカフェって気分でもないし。で、そうだ、この前葵のやつが駅前に新しい映画館できたって言ってたな。たまには映画もありだな。よし、そんじゃあ早速。